カブックプレイラジオ小屋話、ウォーリー木下です。若旦那家康です。そして、ゲストは前半に引き続き、カブックフラッグカンパニーの、アウー中野ソテツさん、努力クラブ合田団地さん、安住の地中村彩乃さんです。よろしくお願いします。お願いします。さっきなんで劇団を作ったんだみたいなところを一遍聞こうと思って止めたんですけど、中村さんから行こうよ。じゃあこう 逆順で私はアトリエ月見という劇場がありまして、京都に、ね、はい、でそれがちょうどなくなる発表をしだしたのが2016年の6月とかぐらいだったと思うんですけども、はい、その前に安住の地の劇作家の岡本くんとユニットっていう形で彼の組んだやつに呼ばれていってやってた時に、結構私が初めてぐらいで同期の子たちと作品を作って楽しくて、で今後このユニットとしてやっていくのってと劇団でやっていくのどうしようみたいなのを考えてた時に、アトリエ月見が閉館しますみたいな連絡というか発表があったのと、ちょうど私はもう一つ劇団飛び道具というところに入ってるんですけど、その同い年ぐらいの方役者さんがちょっとご病気で倒れられてっていう時に、飛び道具の人たちに俺たちは先に死ぬからなって言われて、飛び道具だいぶ先輩だから。そうですね、なるね。でまあそうだなって思った時に月見もなくなってしまうけども、なんかこう京都にやっていかないとって思った気持ちと、先輩たちにいつまでも頼ってられないっていう時に、ちょうど岡本くんもなんかユニットとしてよりリスクが多いかもしれないけど劇団としてやりたいみたいなのがあって、旗揚げしました。なるほど。じゃあその前にもだいぶ役者の活動はその飛び道具とかも含めると割と長い間やってたんですか？そうですね、2年ぐらいフリーでずっと大学生の時やってて。なんで作演が2人になった？まあ岡本くんが言い出して、その、立命館大学の、子なんですけれども、その2人とも岡本雅也と獅童カピというのが2人作家なんですが、まあ、それぞれ違う代の座長らしくて、で岡本がその獅童さんは面白いし、劇作家が劇団座付き1人っていうルールなんてないから一緒にしたいっていうことを言って、彼がなので連れてきてくれたんです。立命館なんていう学生劇団ですか？シャイプだった。あれ、郷田くんはちなみにどこ？僕は仏大の劇団紫ですね。ああ、そっか、絡みはないのか。なるほどね。じゃあ努力クラブはなぜどういう経緯で結成したのか。あんまり覚えてないんですけどあんま働けないと思ってて、なんすかね、働けるようなやつじゃないと思ってて、まあなんか、なんすかね、正社員とかじゃなければ何でもいいやと思って。で、大学時代の話に、大学時代就職をするかしないかみたいな時のこと？そうですね、4年生になった時に、はい、もうちょっと、自分はそんな働けるようなやつじゃないなっていうのがあって、まあ学生劇団に入ってたので、まあ、そのまま劇団を。で、まあ、周りにその僕同期が一人しかいなくて、でその同期のやつはもう先生になるって決めてたので、いてなくて、でなんかそのなんすかね、それこそ劇団シャイプで座長をしてた佐々木俊一っていうやつと、客演先で出会い、同学年なんですけど、で彼ももう働けないといいね、なんかすごいいいね、大人になれないって言ってて、じゃあ一緒にじゃあやりましょうということで、
ごめんなさい、なんかふんわりしてて。いや、すごい。すごい。まっとうな劇団の作り方の感じがすごくするよ。こう。あの、はたから聞いたことがある噂では、あの、うん、京都の学生劇団の、うん、あの、ならず者たちが偶然集まったっていう噂は聞いてた。あながち間違いじゃなかった。そうですね。なんかならず者って言葉はいいけどね。もうちょっと違うかもしれないね。うん、社会不適合者ばっかり集まった。2人で結成したんです、最初は。最初は2人です。ああ、なるほど。で、どんどんそういう似たような人が集まってきたわけ？磁石みたいに。そう、似たような、なかなか難のある人格の人たちが、集まっては抜けて、集まっては抜けてっていう感じで。え、もうじゃあ、初期の頃のメンバーとかで辞めちゃった人とか、もう何やってるか分かんないやつとかいるんじゃない？結構。そうですね。みんなちゃんと辞め、どう？一人。あのちゃんと先生になるか、あの結婚するからっていうので辞めていったりとか、まあ、そういう人たちも多いんですけど、一人本当に何をや今何をやってるのか、誰からも噂を聞かない人が一人いいね、いい塩梅の心配、そんな心配 しないもんね、その人のことね。そうですね、仲悪くなって抜けていったんで何の心配もしてない、何の心配もしてない、はい、面白い。あ、アウーは。アウーは。まあ、アウーはね、さっきちょっとちらっと出ましたもんね。ああ、うん、けど、3人、確かにね、10人ぐらい、その女子高生時代に、高校生時代に会ってたけど、うん、3人だけが東京にいたってことなんですか？そうなんですよね。あの、3人だけが東京に出ていて、で、まあでも、もちろん、おのおので勝手に活動してたんですけど、まあなんか、3人ともやっぱ20代の頃はすごい気が強かったんで、まあ、とてもじゃないけど一緒にやっていくとかは無理やなみたいな、お互いの性格も分かってたんで、まあ30になって落ち着いたし、でそう、その時になんかたまたまメンバーのマキノの芝居見に行った時に、うん、いやなんかもうマッキーが輝くのは私と一緒にやった時ちゃうかと思って、まだ一緒にやったことなかったんですけどすごい熱い思いを持ってあのマッキーと萌えと、そうもうって言うんですけど、もう一人がの3人でやろうぜって言って、うん、で結果やってみて、うん、まあ30超えてもチェッチ盛んでめちゃめちゃ喧嘩するんですけど、なんとか3年目を迎えて、すごいな、はい、すごい間違いやった全然落ち着いてなかったんです、ね、落ち着いてなかったです。多分なんか一種60歳ぐらいになってもこの、あのなんかこう私たち狼の被り物をしてたりとかするんですけど、はいはい、ビジュアル面でなんか60になってもこれやろうなって言ってるけど、多分60になってもすごい徹底盛んなんじゃないかなと思います。あ、面白い。なんかでもいろんなパターンよね。みんなけど同級生っていうかみたいな人と組んでるんですね、やっぱり。そうですね、同世代、同世代、同学年で、うん、その作った時こう周りでなんかなんていうのかな、他の劇団みたいなのも結構できてたんですか、それぞれの場所では。意識はしてたんですか、そういうこと。ライバルみたいな。ああ、ライバルみたいな、ライバルみたいなのいるんですか。いや、まあお互いな、大体同世代で3劇団とか4劇団ぐらいあったんですけど、京都で、うん、お互い見てはバカにし合うみたいな感じでしたねいや、そんな感じすごいするわ。人間が描けてないとか、なんかそういう話をよくしてましためちゃくちゃ面白いな、うん、中村さんは。私は同期が結構たくさんいてて、幻冬劇場とか、おお、あと、まあ、同期っていうかちょっとしたんですけど、まあ、ほぼ同じぐらいの劇団速度とか、あと劇団中指とかルサンチカがちょうど多分尖ってる人らばっかりやなですね、うん、みんな怖いですね。まんじゅうの地の世代はゴールデンエイジやと思ってて、いや結構その粒立ってる感じですね、上からの印象でいくと。なるほど。なんか、うん、安住の地と幻冬劇場はなんかライバル心がすごそうやなって、こうツイッターとか見てたらすごい思う。そうなんですね。
うん、私が、あ、でも私、ゲント劇場、ちゃんと拝見したことがなくて、タイミングが合ってなくて。うんうん、でも、宗太郎くん、藤井くんとは一回、うんうん、あの王将を食べに行った仲なんですけど、私は一方的に好意を、もう好意をっていうか、あの、いいやつだなって思ってるんですけど、向こうからどう思われてるのかちょっと分かんないです。なるほど。アウーはけど、そういう意味で言うと、30を超えてから、東京に行ってから、結成したから、ライバル劇団みたいなの、特に。もう、いないどころか、そう、なんか20代で、ね、あの周りにいた演劇人も次々就職したりとかして、もう、あんまり、そうですね、同期みたいな感じの人も、そうそういないし、まあ、あの高校演劇の、時の子たちは、まあ、一部あの大阪のプラズマみかんの中島由紀子だったり、あそうなんですよ、その10人の中にいたメンバーとか、あとあの今ヘアメイクでずっとやってる小町だったりがそうなんですけど、はあ、ぐらいですかね。後の人たちはちょっと10、後の5人はちょっと今わかんないんですけど全然、うん、けど、うん、じゃあ5人残ってたら結構すごいことな気もするな。そうですね、2分の1がよっぽど、そのスミさんのやつが良かったというか、その企画、カブックの企画すごいな、排出してますね。いやでもあれで出身者結構いろいろいろんなところでやってるからね、うん、ゴーゴーハイスクールですよね。はい、そうですよね、ゴーゴーハイスクールです。あれ、俺も、あれ、なんか、2回目か、1回目。2回目の時で、実は私、第一希望の時は、あの、まだスミさんを見たことなかったんで、ちょっとウォーリーさんの書いたんですよね、第一で。あ、そうなんだ。あ、そうか、同じ時だったんだ。はい。あ、じゃあ、俺見てるんだね、作品はね。作品は見てると思います。見てるわ。はい。あ、そっか、そっか。へぇ。で、なんでスミさんのとこだったの？僕のとこじゃなくて。いや、なんでなんですかね。私も第一希望で押したんですけど、あ、なんか、第一希望のとこじゃなかったんだ。はい。あ、そうですか。それは、あれですね。なんか、あれがあったんでしょうね。こう、いろんな、あれが。まあ、バランスがね。いや、今となっては、まあまあ、あの、まあ、そうですよ。絶対僕のところ入ってたら、今やってないと思いますよ。やってなかったってことかもしれない。そんなやかましいわ。やってください、僕のところ来ても。乗らせツッコミやめてください。すごい、ソテツさんがさ、あの、うん、カブックに巻いた岡野さんにすごい似てるなと思って。あ、似てる。岡野さん。言われる？いや、じゃなくて私が単純に岡野さん大好きで、あ、今でもあの、なんかアウーのアフタートークで岡野さんに出ていただいたりとか、なんかお母さんと娘さんみたいな感じになるように並んだらきっとね。髪型がもう今、あ、でも髪型ちょっと岡野さん意識かもしれない。意識してんの？今岡野さん意識してる人多分ソテツさんだけですよね。けどあの今回も呼んだアフタートーク自分で企画して呼んだらいいかもしれないですね。あ、そうですね、あの、ね、帰ってきましたって。そうだね、なんかでもさ、はい、アウーさんトップバッターだし、こういろいろ企画をね、これから考えていかなくちゃいけないので、なんか企画会議しましょうよ。こうそうなんです、ね、今ここで？でもこうやってこうなんかなるべくね、皆さん顔合わせてちょっとコミュニケーション取れる場が増えていくといいなとは思ってるんだけど、うん、いや、そら見に行きたくなったでしょう、お互いが、お互いを。確かに、お互いまあ、中野さん一回一回神戸に来ないといけないかと思っちゃう。いやでも全然実はその気でいて、あの先日あのカブックの前田さんにあの感激パス買いますねって言ったら、あ、買わなくていいんですよって説明されました。そうですね、買わなくていい。交互感激はできる。ちゃんと話聞いてなくて、でも全部一応許されるならちゃんと行こうと思ってます。あの、はい、全部行く気です。実家は神戸なんで。ほんまや、泊まれる。そうなんです、宿はあるので。はい、なんかやっぱりどうですか、他の劇団の方、まあ、トップバッターだからあれかもしれないけど、ちょっと気にはします？こうどんなのするんだろうなとか、どんなこういうフェスティバルに出るっていうのはこうどんな感じになるんですかね、作るときって。自分のやりたいことやるだけなのか。ちなみに去年はちょっと意識したってみんな言いましたけどね。
あのトップバッターが匿名で、まあ、まあみんな見に来てたし、まあ、別に意識して何かってことはそんなないかもしれないけど、へえみたいな感じでちょっと思ってましたけどね。なんか今回そういうのも出るのかしらね。なんか一部一部とかではありそうな気しますけどね。けどまあこれをきっかけにこう知り合って、なんかいろいろやっててくれたらすごく嬉しいですね、企画として。どこが一番なんかハングリー的なところで言うと、これも優勝するぞって言ったもんね、おぱんぱんとかね。それはあのね、郷田くんが言い出した、あ、郷田くんが言い出したのか。じゃあ郷田くん、じゃあ郷田くんだわ、一番優勝、ハングリーなの。ハングリーなのは。あんだけ働きたくないと思ってた人がこんなに頑張るってすごいよね。それ何があったの？だって、演劇作るのもちょっとしんどいじゃん、正直。しんどかったんすよ、やったら。でもさ、7年、8年続いてるわけじゃん、劇団。そうですね、なんか手の抜き方を覚えたので、それで続けられてるって感じですね。そっかそっか、でも手を抜きながらでも続ける方が重要だと思ってことなんだよね、やめるよりも。そうですね。なんかその自分たちなりの面白さみたいなのもそれで見つけられたし、はい、辞めるときは、辞めそうなときあったの？辞めそうなときはもう割とずっとあります。ずっとわだかまってる感じですね。きっかけさえあればっていう感じです。まあ逆にきっかけがないから続けるテクニックも覚えたしやれてるっていうところだよね。そうですね。あ、でも一回あの、4年目とか5年目ぐらいの時に本当に佐々木、そのさっき言ってた佐々木と本当に仲が悪くなって、うん、でもうちょっと無理かもなって思った時はありました。あいやー、劇団って大変だよね、そういうちょっとしたもつれで。それはその佐々木さんとのあれはどういうふうにこう回復したのかね。回復そうです。佐々木くんに対して期待をしなくなったのでこれで乗り越えました。いやー、いいね、ドルクラブ。なんだろう、こう今さがっつり後輩の中村さんがさ、ま、もう目が死んでるよね、ずっと話聞きながらうーんってこうスンとした顔してるから、すごい。なあ、まあ、努力をしなくなっていってる、ま、努力クラブ。いや、まあそう、まあ、大体そういう名前つけるんだよね、自分と反するやつをね。まだ中村さんのところはないよね、やそういう感じはね、できたばかりだもんね。そうですね、そうですかね、そうかな。でもたくさんいるんでしょ、いろんな人がいるから。そうですね、こう個性がぶつかり合うというか。あ、でもそれで言うとなんかあの多いからそれで助かってるのもあるのかもしれないです。私が気がついてないだけであいつから嫌われてるっていう時もあったかもしれないですけど、ちょっと緩和されてる可能性があります。なるほどね、確かに確かに。緩衝材がいっぱいある。そうですね、緩衝材。まあ、ソテツさんのところはね3人なんで、まあ、もうさっきでぶつかり合ったりして本当に高校時代のまんまぐらいの感じですか？そうですね、なんかここまで包み隠さずストレートにこんなに言うかなっていうぐらいなんで、やっぱ高校の時とあんまり変わってないのかもしれないです。はい、そう、うん、あ、すみません、豪輩でいろんな神戸の高校生が集まるから、そこで知り合った、なんかもともと同級生だったりとかするわけでもなく、それぞれ、まあ、あの高校1年から3年がいて、それぞれ、まあ、神戸市のいろんな学校の子でって感じで。はじゃあ本当家族がなかったら知り合ってないのか。いや、学校もそう、学年も違うんで知り合ってなかったですね。はい、なるほどな。このコロナ禍で劇団のみんなとはよく会えてないですよね、あんまりね。どんな感じなんですか、ここどうしていこうみたいな話がよくするんですか、加納さんとか。どうなんですか、
でもやっぱり早速今日もこの後リモート稽古だったりして、まあ、今が2020年でよかったなと思って、インターネットがなかったら本当に会えなかったんで。確かに、はい、そっかそっか、もうそっか、稽古を始めてるんだね。そうですね、11月ですね。そうだよね、はい。小田くんと中村さんはまだ今から本書いてって感じですよね。そうですね、これからって感じですね。うちが11月に別があるので、うんうんうん、これやってからになると思うんですけど、なんかちょこちょこっとこの間1ページ目できたっていうので言ってました。へー。まだ会ってはないんだね、直接。そうですね、ズーム。でもなんか意外とズームの方がうちはなんか12人ってなかなか集まれないときに、意外とスケジュールが調整しやすい。そうですね、集まれたっていう発見がありました。なるほどね、いいかも。どういう劇団にしていきたいとかあるんですか、安住の地さんとか。こうちょっともうあのメンバーだけで他の劇団とかちょっと色が違う感じがすると思うんですけど、それはなんかやりたいことがあってああなってるのか。そうですね、なんかでもあの本当に11人他のみんなが面白い子ばっかりなんで、11人が楽しくやっていけたら、やっていける場所にしたいですね。そうなんだ。喧嘩とかしたくないんだ。喧嘩っていうか、なんかあの、うん、必要なあの殴り合いはした方がいいと思うんですけど、なんかそれぞれがあの楽しくっていうか、あの充実して過ごせる場所にしたら、結果的にこうお客さんに何か良いものを届けられるんじゃないかと思ってるので。それなんかみんなで目標をここにの劇場でやるぞとか、なんかそういうような話とかもするの？結構ちょこちょこしますね。どうなの、野心的な感じなんですか皆さん？人による。そうです、いや結構みんなあのワンピースで言うとゾロみたいな。え、すげえやん。で、そうですね、私がちょっと全員世界一って言ってて、うわ、船切りまくってるのでちょっとそこ切らないでって言ってます。私は違う、いや、私も本当にうわーってやってるんですけど、あ、ちょっと私よりもっと熱い人が多いんだ。うわーってやりたいのにできない。できないことはないんですけど、なんかあのいい意味で暴れん坊な人たちがいっぱいいます。なんかいいね。小田君のところは将来なんかこんな質問もうしたくないけど、あんまりどうなんですか、少々コツコツ続けていきますみたいな感じ。いや僕らもでも、はい、さあよく言えばみんな仲良く楽しくやっていきたいですけどね。叶うものならばそうしたいですけど、もうなんか演劇的なこう境地としてここに行きたいみたいな、そういうこう思考性もあるの、アートに対する思考性みたいな。みんなだけどそのずっとまあこだわってるのはなんかネガティブな心の中の動きを使って何か面白い、うん、ファニーなものが作れたらってずっと思ってて、だそれがなんすかね、人生の中の苦しみとか辛さとかの薬になればいいなと思ってずっと作品は作ってますね。うんうんうん、真面目なこと言っちゃった。いやでもいやいや俺あのごめんね、そんなに詳しくないんだけど、その、はい、1個ヒット作出たらもうすごい強いんだろうなと思う。なんかこう名刺代わりになるものがさあると強いって言うじゃん。そういうもうつまりもう自分たちやりたいことは決まってるわけで、はい、であとはそれが名刺になる作品が1個生まれちゃえばこうどんどん広まっていくみたいなことは聞くけどね。なんかそんな感じがすごくする、うん、あ、ほんますか。うん、なんか家族のやつがそうなるといいですね。ぜひ、ね、頑張ろう。そうです、頑張ります。うん、ね、前田さん前田 D 頑張ろう。はい。じゃあ中野祖哲さんは劇団として将来とかありますか？劇団として将来が分からなさすぎて、うん、メンバーはなんか、いやもう結婚して出産したらちょっと一回あのね、お休みが必要だし、いつまで続けられるかみたいなことを言ってるし、あの、うん、結婚する予定もないんですけどずっと言ってて、結婚したらしくなんだそれ
そうなんですよ。だからまあだから本当にね、結婚相手が見つかったら多分じゃあちょっと一回活動休止するのかなっていう、まあとはあるんで、本当に今後まあどうなるか分かんないですけど、私個人的にはなんかいろんなところで公演がしたくて、まあ、あの福岡公演やりたいねとか、最終的にドイツ公演がやりたいねが私の個人的な目標ですが、うん、劇団としてはどうか分かんないですね。あともう一人のメンバーもなんか、どうなんだろうな、分かんないですね、何を考えてるか。ちょっとちゃんと話し合います。いや、みんな独立してるな、すごいな。独立してる。さて、なんかさて、ぼちぼち時間なんですけど、なんか、まあ、せっかくなんで、あのお客さんに向けてのメッセージみたいなのが、そうね、それはあれば一団体ずつ。だいぶ言ってもらったけどね。そうですね。意気込み、意気込み、意気込み、難しいな。難しいね。なんだろうな、はい、死ぬ前に食べたいものとかも聞こうよ、一応。そうですね、あの、なんでまあいいや。せっかくだし、意気込みとともあの意気込みを込めて、あの死ぬ前に食べたいものを込めて。まあまあそうね、はい、難しいね、難しい、ちょっと難しいお題ですいません。はい、小山さんから。そうですね、死ぬ前に食べたいものはじゃあ神戸牛とビールです。あの私たちはなるべく神戸で今後ガツガツ活動していきたいと思ってるので頑張ります。以上です。ありがとうございます。六甲ビールだな。努力クラブさん、ちょっとあの全然思いつかないんですけど、何食べようかな。なんかまあカレーです。なんだろう、なんでこんなに面白いんだろう。なんでこんな面白いんだろう。いや、カレーっていう人は多分100人中さ35人ぐらいはいそうじゃん、はいはいはい、でも合田くんが言うとさ、なんかすごい特別なカレーに見えてくるよね、こう。いや、まあ普通の家の家のカレー、家のカレーあー、あの、最後に食べたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。え、意気込み聞かないの。あ、死ぬ前に食べるカレーみたいなお芝居をしたいと思ってます。よろしくお願いします。あ、なんか米だ、いいな、いい米方した。では安住の地。はい、死ぬ前にプレミア焼酎の魔王が飲みたいです。この人やばい人だ。食べなかった。ちょっと食べなかった。まあいや、焼酎は食べ物なんかもね、もしかしたらね。はい、いやーすごいわ。でもそんな飛び道具の人って感じするわ、はい、あ、ありがとうございます。安住の地の中村です。あ、そうだね。すいません、ちょ、いろんな顔が。いや、でもあの安住の地もそんなプレミアな公演になるように、これちょっと劇団員に怒られそう。ちゃんとあの神戸でやるの初めてなので、あの劇団員で本当に面白いものを作ります。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、本当お三方、あの時間合わせていただいてありがとうございました。本当ありがとうございました。あの、僕も全劇団見に行きます。お願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、大井さん最後もなんかぐんぐんノリノリになっていきましたね、皆さんの話を聞いてると。モーリーさんが、あ、ごめんごめん、俺もう途中でちょっといろいろあって、ごめんごめん。いろいろあった感じはしましたね。いろいろあったんだ、うん、はい、ごめんね、うん、自己感はありましたけど。いや、ちゃんと聞いてたよ、聞いてたけど、途中で一瞬若旦那に任しちゃった、ごめんね。全然全然、いやけど、うん、楽しかったですね、やっぱ楽しかった。いや、面白かったね、皆さん。めっちゃ期待できる。はい、なんだろうね、なんかそうね、やっぱあの女性2人とさ男性1人だったからさ、はい、こう、うん、その男性1人があんな感じだから、もうちょっとよく分かんなくなるよね、こう判断基準が。うん、あ、でも3人3用で、うん、でもカボグラカンパニーさ、去年若旦那ね、小鳥会議出て、はい、でやってみて、なんかどうでしたか、その感想を聞かせてよ。
まあ去年やらせてもらってすごく良かったんですけど、まあ、今年の人たちの踏み台だなって今となっては思ってます、うん、分かったそれちゃんと、まあ、そう結構分かりましたね。まあ結構正直言うと去年のメンバー集まった時に2年目どうするつもりなんだろうって結構思ってたんですけど、みんななんか言ってたらしいね。うん、あで、まあ、ちょっと世代が若くなったり、うん、したところもあって、けど去年の人たちが、うん、その歌舞伎いい劇場だみたいな話とかも出てましたけど、うんうん、多分踏み台にしてお客さんもいっぺん来やすくなってるから、うん、来やすくなってる、多分今年その京都の劇団が多かったり、僕らが去年やった時よりも若い劇団とか結成してその間もない劇団とかが揃ってますけど、その人たちの踏み台にちゃんと僕たちがなってたらよかったなとはすごく思いましたね、うん、ありがとう、すげえ真面目に答えた、よろしく山本君によろしく言っててくれ、はい、はい、また山本にもぜひどの劇団も見に行くように伝えておきます、はい、なんかお礼するわ山本君にすごい個人的な会話で終わってっていいんだろう、はい、じゃあ、はい、はい、この番組3月いっぱいまではとりあえず続くはずですので、他の回もぜひ聞いてください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。